お、レオさんいらっしゃいませ。で、GoPro の録音のために、映像を倒せるために、また、せーの、パン。よし。相変わらずカチンコ持ってきてないです。持ってないです。今ここ、あ、そっか、今ここ出してないですね。で、無料延長オン。最近忘れなくなってきたな。自動無料延長オン。で、今日はですね、どう説明したらいいのかな。公家に ですね、今日はいつもより線が1本多い。これ GoPro のですね、USB 給電で、GoPro 本体だけだとこの2時間半しか持たないんで、それ以上持たせるために、あ、旧型さん、今日は境川です。にまだ行ってないんですけどね。まだうちの近所のせせらぎの近く。何がある？梅田川か。で、あと、じゃあ今ここ出して、あ、そうだ、映像と、コメントログ後で合わせたりするときのための、これでいいかな。時のための、なんて言ったらいいのかな。時刻合わせ、2つの映像の時刻合わせのための、あ、タイヤ1.5インチです。5、4、3、2、1、35分。これでよし。これでタイミング合うはずなんだけどな。カチンコ欲しいな。あ、動画。あれでようやく、そう、あれで6時間とかできたらいいんですけどね。首が持つかどうかもあるけど。これ GoPro 防水ケースに入ってるので、重さが倍近くあるんですよ。それをなんとか本体だけにしたい。でもそのマウントっていうのは売られてないので、作るしかないんですよね、きっと。誰か作ってないかな。これで、今ここ、あ、でもここ、もしかしたら中山駅から1キロ以内かな。上巻。ただもう揺れも、ガタガタの揺れも結構出てしまいますけどね。これでよし。よし、ようやくスタートできます。ペットボトルですか？ペットボトルか。どうだろう。ペットボトルで。近隣の、あ、そうそう。この格好ですね。今日出てくるとき鏡で見たんですけど、やっぱり削り出し、曲げてなんとかならないかなと思ったんですけどね。鏡で見てきたんですけど、これはちょっと、これは、ウェブカメラの日じゃないですね、本当に見た目は。思いっきり出っ張ってるんで、見てわかりますよね、影で。あ、そうだ。で、これで、今、N ループにつないでます、GoPro は。本当は PC の外部バッテリーと一緒にしたいんですけど、このバッグの中で LG 型のコネクタをつけないとちょっと危ないんで、端子が。そう、てっぺん。機械か。見た目を。いや、脅威に思われるぐらいになってしまうと、ちょっと地元の人から声かけてもらったりできなくなりますからね。で、今日は、GoPro で録画する中では初めて昼間明るい時間帯かな。この間やった時には夕方近くでしかも曇ってましたからね。ああ、でも、もうだいぶ傾いてきてるな。ヘッドランプ、そう思われたことありますからね。今日の野宿セットは何も持ってきてないです。あえて言うなら椅子だけ。折りたたみ椅子だけ。こういう出っ張ってますけどね。さて、これで後でまたちゃんと合成できるといいな。メインカメラ。たかがメインカメラ。カメラやられちゃダメな気がしますけどね。で、今日は、今1時半だから、日が暮れるの何時だったっけ？あ、バナとか何も持ってきてないです。今日はとにかく行くとこ思いつかなかったけど、この天気で走らなかったらダメだろうと思ったんで、外に出てきただけです。あ、今日も止まりません。峠とか行きたいんですけどね、体がなまりすぎてるから。ん？あまりなりそうじゃない？そう、日が長くなって、ちょっと待ってください。ああ、城山湖か。あそこ電波あったかな。まあ、フラットっていうか、GoPro 信号弾もう出てたんですか？で、学生で、ちょっと待ってください。今私は何をしに止まったかっていうと、よっと、
編、日暮れの時間、日没の時間調べようと思ったんだ。日の入り17時11分か。ってことはまあ片道2時間ぐらい行けますかね、ブレーキレバーで。あ、スマホなんとかいじれなくもないぐらいのやつです。かなり鈍いんですけどね、反応は。ペーペンさんいらっしゃいませ。自転車に固定の方がはるかに楽なんですけどね。ただこの私の自分の見てる方を映したいという、あ、そうか、ハンドルにつけるんだけども、人間の首の動きに合わせて勝手に同期して向き変わるようなカメラがあるといいですね。ないけど、今日は高いですよね。あれ、予約枠じゃないですか。あれ、シルバーチケット使ったはずなのに、あれ、予約枠になってないですか、これ。あれ、こんにちは。あれ、おかしいな。あれ、予約じゃない。あれ、じゃあ次枠、あれ、確か予約枠で取れたはずなのに。マイナス7度次枠で、あれ、おかしいな。まあとりあえず、泊まり、お久しぶりです。今日は本当暖かいですね。あ、雪が、そうですね、地域によって日本海側とか、フレームレート変わってます。ニコレコに、あれ、確かめる方法あるのかな。まあいいや、25分になってみればわかるかな。あ、25分じゃ、55分か。あ、雪に、なんか最近コメントに答える能力が落ちてきてる気がするな、以前にも増して。ここはうちの近所です。お、初めていらっしゃいませ。よく、あ、すいません。あれ、じゃああれかな、あれかなって言って今思いつかなかった。スタック、あ、滑って抜けられなくなったとこってことですね。あれ、カイチさんかな、いらっしゃいませ。珍しい。ラーメン作りました。真似って別に私のオリジナルじゃないですよ。ああいう行動は結構ホームページとかブログとか見るとやってる人いますよ。今のところは道です、一応。でも前に比べたらちょっと広くなってる気がするのは、多分草が今生えてないからですね。お、自転車いいな、いいなというのが、自分が今新しいの欲しいかっていうと特にそうでもないんですけどね。ここはうちの近所、今これ枠が途切れてしまうと、後でこの GoPro の映像と、トレック GoPro 緑色です、 GoPro とコメントを重ね合わせるときに、コメントだけを録画したりするときに枠が分かれると、今まだは自分のプログラミングの腕が足りなくてできてないんですよね。どう実装すればいいかな。パナゴモデファイ、どういう風にかな。とりあえずパーツは全部真ん中のデオレクラスぐらいにしたいな、気軽に交換できるように。 XTR 融通効かなさすぎ。スカイシュー、どっちにしろ輪行で剥げちゃいそうですけどね。危なくないわ。どれがですかね。
いや、早くないですよ、本当に。よっと。そうそう、この GoPro 裸でマウントしたいんですけどね、裸でマウントするとレンズ周りがちょっと気になる。 GoPro のレンズ、これ防水ケースに入れられること前提で、レンズ周りとか全然保護というか弱そうですからね。あ、フォーク油漏れしてましたね。最近待たないな、止まったか。なんで止まった、戻った。あ、もうなんか、あ、ネイキッドマウントっていう、あれネイキッドっていうシリーズあったな、 GoPro に。さて、車ですね、気をつけないといらっしゃいませ。ゴミ収集車は今古いやつだったかな、新しいやつだったかな。あ、エアサス、エアサスは耐久性とかどうなんですかね、壊れやすいとかにくいとかあんのかな。そう、裸マウント、歩道は、うん、まあこっちでもいいですけどね。でもここはそこそこ車道が、まあ広い道が狭くはないので、ん、広い道。お、主権さんいらっしゃいませ。自転車祭です。自転車祭というか、あ、先週の、お、あきほさんいらっしゃいませ。これは指切りグローブでいいな、もう早くも。ん、エアサスか、イラサイ、あ、挙動は違う。入ると PSD に入るんですか、あんな長い動画。今これ十何キロぐらいですね、こんな感じで。あ、猛レースってあれ仕組み分かってないんですよね、あの地図サイトは。どういう視線、ですね、今見てる方向から左手の方、東の方に向かえば、あのマルチフルタイタンパー置いてある駅あるんですけどね、ここは鉄橋じゃなくて、あの横浜水道です。横浜水道っていう水路、こうほんのちょい上りです。ここ上るとその日の体調が結構わかる。今日はなかなかいいな。あ、メルマガとかやってんだ今、小熊屋洋菓子店。あ、タイム競う、競う系はちょっと指切りグローブに。あれ、ファハハ言ってますよね、余部鉄橋。ああ、確かに形状としては似てるかな。余部鉄橋は去年行ってすごく良かった。明日も走りたいところですが、行くとこ思いつかないな。もう本当に放送はせずに録画だけしに行くって手もあると思うんですけどね、峠だったら。松姫峠とか行ったら余部地区ですよね、あの新余部の方ですよね、私が 見たのは。旧余部は見てない。あった、ちょっと待ちよ。7度か、すごいな。余部は鉄橋になっちゃいましたね。あ、鉄橋中か、新しくなっちゃいましたね。ん、運動会、国前の話かな。お、こんにちは。今のは名前かな、鉄オタさんでいいのかな。鉄オタさんっていうとかなり範囲が広くなりますよね。やっと、あと確か鉄道さんの尾はワイウェオの尾だったと思う。お、余部の一部、え、国分寺に何しようと走りようと、ちょっと待ってください。あと
ヘッドセットちょっとほっぺたに貼り付けよう。そう、この間先週近所走った後に、あの時もヘッドセットをほっぺたにこのマスキングテープで貼り付けてたんですけどね、あの後あんまり寒いんで帰りにミスタードーナツ寄ったんですけど、これ剥がしたつもりがミスタードーナツのレジに並んでお金払った後にふと気がついてほっぺたに手あったらまだ半分残ってた、このマスキングテープが。だからお姉さんの店員さんにほっぺたに黄色いテープ貼り付けた状態で真面目な顔でお金払ってきたんでした。声は、いや、鉄道総研っていうところがあるんですかね、研究所かな。大寒波、ほっぺたの穴、ほっぺたの穴ってなんか昔 SF で読んだな。なんかお姉さんと弟の話で、バーベキュー中にお姉さんがバーベキューを食ってる時に弟がお姉さんを叩いたらほっぺたから串が突き出て穴が開いて、でその後なんだっけ、でそれで弟が罪悪感で頭おかしくなったみたいになってしまったっていうところで、そこからなんかファンタジーの世界になっちゃったんですよね。ん、何チェック、あれ何の小説だったかな、ショートなんですけど、多分ショートショートの新人賞的なやつの受賞作集みたいなやつじゃなかったかな。あ、ミスドは私1個しか買わないです、いつも。ミスドのドーナツ1個と飲み放題のブレンドコーヒーを頼んで、でガブガブ飲んでます、ブレンドコーヒー。アウトドア用品はどこだろう、あんまりなんかこだわりがないんですけど、まあ前は新宿の工事山荘っていうアウトドアショップでよく買ってましたけどね、最近どこで買ったかな、あ、最近あれだ、最近アマゾンさんで買ってます。今後ろに積んでる折りたたみ椅子も、あ、そう、ショート星1あたりから私入りましたから。ここは神奈川県横浜市緑区かな、まだ緑区かな、ズーラシアっていう動物園があるとこです。さっきズーラシアのすぐ隣通ってきてるんですよ、放送開始後に。土砂だらけ。あ、アウトレットってあるんですか、モンベル。店じゃなくてネットショップの方かな、ん、ユーラシア。あ、スノーピークもいくつか持ってますね、前使ってた小さい鍋も、アウトドア用の鍋もスノーピークでした。いや、今のもそうか。あ、ニコ動はなんか読むやつですかね、あれ、あ、今信号ないのびっくりした。ん、あ、今誰か、すいません、いらっしゃいませ。アウトレットモール、町田の方とかもあるんですかね。町田のはなんだっけ、南町田か、あれは南町田の、あ、筒井康隆かなり読みましたね。眉村さんって何書いてる人だったっけ、多分読んだことあると思うんですけど。ん、テント、モンベルのテントってのはムーンライトとかですかね。さて、ここからちょっと車が多いところ走るんで、ちょっとコメントこぼしがさらにひどくなります。海までは行かないと思います。パタゴニアってなんだっけ、ノースフェイスとかと頭の中で並んでるんですけど、パタゴニア。おお、トレック900はスノーピークのやつですかね。一瞬トレックって自転車メーカーの方かと思ったんですけど、確か900っていうとどんぐらいだっけな。おしゃれアウトドア、何の目的で、運動。そう、今日は本当に目的地ないです。あ、そうそう、南町の謎の転校生込みより、そうですね、今は20キロぐらいかな。
フリースにまあ私はモンベルのサイクルレインジャケットの上着が2万のところ、マイクスっていう横浜の店で全品半額セールやってて1万円で買ったことがあります。ズボンの方はそれで買えなかったんで1万5000円したけど、全然毎日じゃないです、週1でやるかやらないかぐらい。リアルアウトドアマン。ん？何向かいましょう？あ、そう、ここは旧道みたいなとこですね。旧道っていうか、裏道っていうか。いや、行く先決めてもらうのは危険すぎるので。うわ、虫が口に入るとこだった。世界平和。謎の転校生って、いや、多分呼んでないと思いますね。ん？リリース。買い物。ゼロ。アンケやらない、アンケやらない。あとアンケはですね、今私のGoPro 映像に重ねるためのコメント再生スクリプト、最後やらない。再生スクリプトが、まだアンケート対応してないので、アンケート用の表示枠を作んなきゃいけないな、あれは。岡山県はですね、以前は、あれ片鉄ロマン街道は、あれは何県だっけ、本を転校生読んだ。雑誌1号。鉛筆。山の中で擦れると本当やばいですよね。あ、延長来たってことはやっぱり予約できてたんだ。ただまあ30分になったら切れる可能性が高いので、30分になって切れたら、真っ暗になったら、止まったら1分半か2分ほど待ってからリロードしてみてください。私が必死で復旧作業してるんで。都会すぎる。岡山は、岡山は確か果物が有名なのが岡山だったかな。果物で有名なのどこだったかな。桃とか。時間切れ。あと、あ、どこだったっけ、奈良じゃないな、どこだっけな、お伊勢さんかどっかのフェリーで時間切れとか違ったっけ。小豆島、淡路島、小豆島行ったことあります。淡路島はまだないんです。新見市、博多号、博多号コンパチは乗ったことあります。あ、で車多いとこ今ちょっとだけこれそれて下げてるんですけどね、もうすぐまた戻します。最近なんか脳が きびだんご、桃、ああそう、桃も結構有名でしたよね、確か。あれ岡山でしたよね。で、一周っていうのは淡路島かな。たたかじの旅は何だろう、読み上げの問題かな、今のたたかじ。ロボ G っていうのは確か映画ですよね。ツイッターでちらっと名前見たんで知ってます。ん？畑を？ G？ ああ、そうそう、どうでしょう、新作やるのかな。うん、滋賀は琵琶湖を横断したことしかないな。ん？何か楽しい。行った神社ってのはどこでしたっけ。あれかな、この間行った鹿児島のとこですかね。あそこは青島神社か。琵琶湖大橋を突っ切ってちょっと山の中のなんとかロードっていうのに乗って、で京都に降りました。もう10年ちょい前ぐらいですね。で京都に行ったところで生まれて初めてスピーディー靴を買った、旅行中に。でもそれ合わなかったんで無駄になりました。水晶じゃないです。あの時天気もいまいちだったんですよね。で京都の有名な、確かカップルが等間隔で並んでるっていう川をに沿って京都駅まで行きました。近いうち、直近はないですね。今度連休あるみたいだけど。水晶、琵琶湖はどうなんだろう、凍るんですかね、あれって。大きすぎて凍らない気がする。
まあ、ほとんど海みたいなもんですよね。SPD-SL。私はね、SL じゃないやつです。でもこれは、ボントレガー、トレ、うん、ボントレガーってトレックでしたっけ？ボントレガーなんで、ん？あ、いつよとか、2月末になったら、あ、今日は高いです。2月末になったら、河津桜の時期ですね。放送してなかったら、またあそこにあった、あれ、どのあたりだったかな。河津の手前あたりだったと思うんですけど、アンディランドっていう亀の動物園があって、あそこでゾウガメの子供とかが犯罪的に可愛かった。放送やってると、ああいう有料施設には入れないと思うんですけど、放送やらずに行ってみたいな。お、カイツさん、今はですね、八王子街道の境川の近くです。もうすぐ境川。休憩アイス。まあ、飯田牧場まで行けるかな。ん？源流？あ、今日は海方向に行こうと思ってます。ん？あ、自分もすいません、聞き逃した。う、ああ、鵠沼の、せっかくもらいに行った、夏の夜の部の、並ばずに済むチケット無駄してしまったな、会長。今日は野宿はないです。早く起きたらどっか走って行って、例えば海沿いに小田原の方向に向かって行って、途中で好きなところで泊まるとか考えたんですけどね。あ、行かなかったんですよ、もったいない。あ、レモンガス。レモンガスってあれ全国区なんですよね。確か鹿児島でもあるとか。暖かく、そうですね。しかし春でもちょっときついな。野宿するとしたら夏場ですかね。満期咲く気はないです。満期より散らかってる自分の部屋に泊まります。おっと。レモンガスは確か鹿児島行ってる時にうちの近所にもあるとかいうコメントがあったんじゃなかったかな。ぼったくりなのか。そう、夏、ああ、確かに真夏は暑くてきついってのありますね。まあ、石巻の道の駅に初めて道の駅泊した時にも結構暑かった。あ、でも今までで一番暑かった野宿は、まあ、野宿っていうかキャンプなんですけど、伊豆半島の南端の下田っていうところの近くの色崎かな。色崎の近くの、ん？ 色崎ってとこのキャンプ場に泊まったんですけど、暑くて暑くて、虫が入るのも構わず全開にしてました、テント。そう、色崎、灯台と神社かな、祠みたいなのがあるとこですね。色崎灯台は、あと確か、夏でも一応持っていきますよ。ん？何が野宿禁止？道の駅以下ですかね、もしかして。道の駅野宿禁止って公式出てるんだったらまずいな。隣になってから？やっぱ走ってる人結構いるな。境川に行ったらもっと人多いと思います、自転車の人。いや、伊豆になんか明日とか行く予定があるわけじゃないんですけどね。あ、リャックさんは高校生なんでしたっけ？高校の方なんでしたっけ？また忘れてるな、いろいろと。なんかこれ挟まれて潰されそうなんですけど。ん？16号線はこれではないはずです、確か。あ、さっきクロスしたところか。世界一周。
学生で世界一周って人いるんですかね。いや、止まらないです、止まらないです。うん、台を、私幅寄せされた経験はないんですけど、気づいてないだけかもしれないですね。あと幅寄せと判定するかどうかも人によって違いますよね。ん、社長秘書で世界一周って聞こえたけど、なんか今だいぶ聞き間違えたかな。混んでますね。まあ八王子街道とかこの辺りはいつも混んでますね。現状確認に目くじり川までか。ん、往復300キロ、今日カイツさん今日300キロってどういうことなんですかね。今日の夜スタートってことですかね。お疲れ様です。海ガス、あー、あんまり、うん、海軍道路の近くですね。あれ、今海軍道路過ぎたっけ。え、ミキハウスの何さんだっけ、あのやったっていう本書いた人ですよね。あの人秘書なんでしたっけ。社員じゃ、普通の社員じゃなくて、あの人はさあ佐藤さんだったっけ。なあ、坂本さんか、坂本なんとかさんって人でしたよね。海津さんも随分ロングライド方向に行ってますね。300キロ、もうついていけない。そうそうは、坂本さんですよね。坂本なんとかさんって人だったと思う。あ、シルキーさん、あー、なるほど、すごいな。あ、そうそう、今日これで走らないと一生後悔するレベルかなと思って外に出てきました。特になんか旅行的なネタ考えてないんですけどね。ナイスガイ、良いガイ。あれ、境川まだだったっけ。境川見落とさずないよな。ん、坂本一生、いや確か一文字の名前だったと思いますよ。坂本一文字さん、歩道、うーん、そうですね。そうするかな、しばらく。私は、いや、足が太くなるのは乗り方、相当坂本じゃない、相当追い込まないと。なんで追い込むを坂本って言うんだ。一生後悔、まあ1週間ぐらいですかね。坂本九か10か。坂本九さんも亡くなってますよね。上を向いて歩こう、歌った人は誰だったっけ。あの歌った人の歌い方が納得いかないとか言った人でしたよね。確か坂本九さんは作曲者で。そう、普通に普通の乗り方でずっと乗ってると細くなると思いますけどね。逆に私はそんな乗ってないからたるんでる方向です。あとは峠とかで、あれ違いましたっけ。坂本九さんは上向いて歩こうの人じゃ なかったっけ。今読売新聞の前通ったような。あれ、歌った方でしたっけ。あれ、作曲は誰だったっけな。森進一か。マラソン型ですよね。で、私はただ峠とか登るときにギア比高い、ん、高い低い、高いか、サクスカか、これが海軍道路。そう、ヒルクライムでくるくる回さないヒルクライムやってると変な筋肉のつき方するみたいですね。私の筋肉は多分それだけだと思う。今桜並木は海軍道路のところは確か桜並木ありますよね。あ、A6 助、そうでしたっけ。あの人が作詞だったのか。キャンプツーリングか。
でもそれも1日50キロとかだとあんまり。せや。お、いらっしゃいませ。飯食いました。だから今日は途中ではまあ補給食、甘いものとかあったら食うぐらいかな。この辺りもせやに入ってるんですかね。あれ、ちょっと待った。あ、いや、歩道を走っていながら歩行者信号が赤で渡ってしまった。すみません。あ、アップロードありがとうございます。まあ短いですけどね、いつもの6時間とかに比べたら。あ、そういえば30分になった時切れなかったな、イヤホン。そう、今やってるこれ片耳ヘッドセットかどうかっていうのは確かグレーなんですよね、灰色なんですよね。すいません。あれ、なんかチリチリ言ってるから、もしかしてパンクしたかなと思ったら違った。あ、そう、今日はあと暖かいから鼻すすろとはあんまり入らないと思います、今の手音が。先週の鈴木の里山のやつを動画編集してるとやっぱりかなり鼻すすってますね。寒いと、寒くないと鼻すする頻度はだいぶ低い。うん、あ、ヘッドセットも NG なんですか。それはまずいな、放送事故。でもそれはしゃれじゃないですよね。車車載だと、自動車車載だと本当に何とか起きてるみたいだし。体内に、ああ、泣いてるかですよね。車のハンドフリーと、あとタクシーの無線がどうっていう話が確かあったんでしたっけ。でもあれ車内だから普通に耳じゃ、イヤホンじゃなくてスピーカーで聞いてますよね。骨だと本当に大丈夫なんですかね。骨変動って今お何か新しいのができてるかと思ったら、マルハンってあれですよね、球技場ですよね。ここもでかいな。これって前何があったっけ、全然覚えてないな。赤ヘルだ、赤ヘルだ。外部の音が、うん、今の球技場ですね、鉄球球技場ですね。もうそろそろスカイカーだったっけ、白バイ。あ、でもただ私はこれ聞いてるだけじゃなくてやり取りしてるんで、単純な片耳イヤホンに比べるとまだ集中力そがれてるんですよね。だからちょっと今のところおめこぶしいただいてるぐらいしか考えてないです。とてもじゃないか権利主張したりできない。ん ?28 号っていうのは鉄人のいやらしいのか。あれあれってレジャー産業なのかな。私球技場は1回だけしか入ったことないです。よし、やっと境が出た。こんな近所なのに未だに地理が頭の中に入ってないですよね。 GPS に依存してるから。さて、じゃあ行きますか、境川。ん、私にツイート禁止とかいうのは何もないですよね。あ、でも確かにアーツさんとかよく書いてるのがツイッター上で辻切りに会うって書いてますね。突然なんか敵対的な言葉を向けてくるってことかな、あれは。ん、ライオカートん、汚い。ああ、この境川ですね。
どっち杭の杭の、あ、寒さは大丈夫です。今日は暖かいです、すごく。だから出てきたんですけどね。境川自転車道、この辺り舗装されてないんですよね。向こう舗装されてるのかな、確か。この辺りは舗装があやふや。こっちがオフロードです。お、雪が、あー、やる人はいると思いますね。山菜の人とか。私も過去に何度か雪道を無理やり担いだりして通ったことありますけど、これ GoPro もかなり揺れてるだろうな。あ、 YouTube のチャンネルも登録禁止じゃないんで大丈夫です。無眼ですかね。じゃあ向こうに移るか。おざりなかな、今の。よっと、マライア・カヤリー。よし。あ、アドバルーンだ。アドバルーンってあれずっと変わってないんですかね。なんかもっとハイテクなアドバルーンとかないのかな。アドバルーン自体に文字が出るとか。ん？コメントのラグ結構あります？あ、私 Facebook はやってないんですよ。あ、今、マライア・キャリーさんなんですか、名前が。マライア・キャリーさんって私は芸能人っていうのかな。いや、そもそも芸能人かどうかもよく知らないんですけど、世界的な歌手の人なのかな、それとも日本の人なのかな。マライア・キャリーの何たるかを全然知らない。確か女性ってぐらい、ことぐらいしか知らない。衛星から、それ軌道エレベーターになりますね。うん、ん？企画？あ、アドバルーンか。あ、ラグ結構ありますね。てか今日映像もなんかわずかに遅れがあったんで、ちょっと変だ。ん？風船おじさん誰？アドバルーンの中に。アドバルーンから喧嘩方式で何か下に吸い下げて、そこに居住空間作るなんていう話はないのかな。あ、風船幕なんてありましたね。昔私どこだったっけ、岩戸峠走った時だったかな。ちょっと黙りますよ。いや、関係ない関係ない。センターハウスニューオープン、横浜町田住宅公園。あ、そう、風船爆弾で思い出した。前峠走ってたら、どこかの幼稚園か保育園の卒園記念のなんか風船が落ちてて、しかもそれが前日の日付だったんですよ。確か2、30キロ離れた、後で調べたら2、30キロ離れたところにある遊園地じゃないや、幼稚園から飛んできてたみたいです。で、何年何組、なんとか君が卒業しましたって自筆で書いてましたよ。あ、今これ246ですかね。え、246だっけ。あ、甲府ってもしかしてレポート読まれてますか。よく覚えてますね。書いた本人忘れてんのに。あれ、どこ走った時だったかな。もしかして甲州高尾山の方だったかな。もうなんか10年前に書いたレポートとかかなり忘れてきてますね。5年前ぐらいかな。宿題開始に風船、そうなんですか。よっと、厚木街道だったら246か。16号とはどこでクロスしてるんだっけ。今日はまあ飯田牧場か遊水地公園、遊水地情報センターあたりまで行こうと思ってます。1時半スタートだから3時半折り返しかな。
3時半までどこまで行けるか。今時間はもう2時過ぎか、あと1時間ちょいですね。ほとんど人関係ないです。なんか頭にあのちょんまげマウントしたベラベラ喋るやつが近くに近づいてるんで、かなりあの不快に思われてるんじゃないでしょうか。よし、やっとここまで来た。ん？ぶち切られてますかね。飯田湖、通称飯田牧場。15分に、ああそうですね、あれなんか評判悪いんでオフにしてるんですよ。ここがもそう、全然関係ない人でした。日本お近づきに、もう全然追いつかないですね。今日風ほとんどないです。で、あったかいし、周回遅れに追い抜かれるって。これ本当にあの GoPro の動画として残すんだったら、この放送のやり取りメインにするんじゃなくて、ここはこういうのですよみたいなことをメインで喋った方がいいんでしょうけどね。でも境川のこの道って、あのどこがどうですってあまり紹介するところが特にないような。ここは自転車歩行者道ですね。多分大和なんだっけ、藤沢大和自転車道か。ちょうど見えてきました。読めますか。有名なあの飯牧ですね。あ、コメントあれ後付けです。あのクシラのやつもアップロードし直そうと思ってるんですけどね。あの編集し直して。いや、カモ結構いますよ。小ガモがいます。よしまで 5メートル、5メートル差で川って流れられるんでしょうね。まあすごいな、5メートル。せめて 2,30 メートルないと厳しいんじゃないかと。山手とか根岸、山手っていうとあれですかね、みなとみらいのこの川、境川です。マウンテンバイク見ないですね。根岸とかはなんか景色のいいところとかありましたっけ。ちょっと切れるかな。鎌倉山か。んて、んぷぷん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 、ちょっと川柱が。あとは電波の来ない峠とかも録画してみたいんですけどね。でも放送もせずに登りの時に母言い続けるだけだったら、さすがに編集しないと見るに足りないかな。鎌倉山、マウンテンバイクでは、私マウンテンバイクだけなんで今。あ、カラスの行水だ。カラスが行水してた今。飛んだ瞬間にあの水しぶきが、リアルカラスの行水見てしまった。写真撮り損ねたけど、カラスの行水って今若い人には伝わる言葉なんですかね。意味がわかるんですかね。別に今昔はないかもしれないけど。おお、行水放送あっという間でしたね。カラスの行水ってことは今も使うのかな。くぐって、まあ実際どんぐらいなんでしょうね。見たときにはもう浴び終わってたかもしれないし。あ、1日1回は。いや、嘘つけ。今一瞬。ん、アバランチは、車載ってことですかね。はあ、カバシラが今日は結構多いな。まあ2、3匹食ったとこで栄養ですけどね。
アバランチはどういう意味なんでしたっけ、英語としては。なんか私アバランチェっていうと、なんだっけ、 FF かなんかでその名前が出てきたんだったっけ、のせいで、あのならず者戦隊ブラッディウルフみたいなイメージがあるんですけど、アバランチ。タバコ室、んイカ娘聖地配信。あ、イカ娘ってあれですよね、確か湘南の方のお風呂長いと2時間。最近あの iPhone をジップロックに入れて持ち込むようになってからやばいです。まあ普通に入って 2,30 分ぐらいに入ってますね。ん、雪はこの辺りないですね。あ、花粉は私はまだ発症してないっぽいので、以前発症したかなと思ったらそんなことはなかったぜだったので。動画風呂でかすこぼれる。あの寝てしまったことは、一瞬寝たことありますけどね。すみません、ジップロックしてれば、まあ、あの思いっきり沈めたまま使ったりしなきゃ大丈夫だと思います。でジップロックは危険性は上がるけども、あ、クラクラすることありますね。あのジップロックはできるだけ薄いやつがいいです。ペナペナのやつの方が、あの画面のタッチの、あの感度が上がる。1巻くらい。 iPhone5 の話は今どうなんですかね。あ、笑った。でもそれ言われると私は大ピラにできなくなるな。もうiPhone8 早いな。未来か。2時間入るとふやけますね。そう、風呂で超タッチ しまくってますね。どこの大富豪だ。アンドロイド、そう出てるんでしたっけ。ん、ジップロックしてテレビ、ん、SIM カード、そして本当今日は暖かいな。ほらこの通り指出して手袋で今のところ大丈夫です。プロ野球キャンプどうなんですかね。私はいちいちあの許可得ないと、あの食事の店とかも映せないビビりでございますが、はあ、あ、宮崎沖縄か。ああ、沖縄か。マラソン配信、あ、前アズさんやってましたね。あとユーストでやってる、確かあれか、外国人の人だったかな。種まきっていうと、予作じゃなくてなんだっけ、あのゴンベが種まいてカラスがつつくっていう。あれ、自動延長来てないですか。ああ、時間がちょっとよく見えない。27分か今。ちょっと延長見てみますかね。お金払え。ちょっとじゃあ延長チェックします。よっと、お、散水車、あれは何の。あ、で延長は、あ、できてるみたいですね、延長。なんでこれ今日は FMLE のプレビュー画面にラグがあるんだろう。肖像権、そう、金払いっていうか、映すなって怒られますよね、きっと。そういう意味だと。キャンプでニコ生で。よし。
これは肖像権、うん、一応来てたみたいですね。形状を写しただけで。大和駅はどのあたりでしたっけ。境が走ってると、写真ビデオ OK。 ああ確かにそうですね。ブログとかに載せてる人もいるしな。お、マウンテンバイクだった。いや、YouTube にも、 YouTube の審査も確か適当らしいですね。ニコ生は、私隠しでもいいですけど、隠さないで、撮ってもいいです。そうそう、ニコ生は、何だったかな、なんか何かでブラウジングしてって、ニコ生の放送に突き当たってちらっと見たら、なんか喧嘩突みたいな内容で、こんな内容、こういう内容が一番多いんだったら、そりゃ嫌われるよなんてちょっと思ってしまいました。毎回なんかニコ生自体をディスってるみたいな言い方してますけど、確かに仕組みを利用させてもらっていながら、でもやっぱりあの内容はな。まあでも YouTube だっていろんな内容ありますからね。仕組み自体が悪いわけじゃないから。でも私はなんかニコ生以外でこういうコメントでのやり取りができて、やり取りができる仕組みがあれば、ていうか YouTube でもうすでにできるんですよね。あ、相鉄くぐった先がですか。それ？ですか。あ、そっか、そういうのもありますよね。生放送。金儲け。まあ、事前事業じゃないですよね。ん？何撮りしていい？ん？何キャンプ放送？お、2月3日節分祭。で、昨日か。ニューストでも、確かなんか IRC だっけ、チャットの仕組み、あれ、ウィヌ作者の人は無罪になったんですか。そういう会社でなんかウィニーの、なんだっけ、ウィニーのファイルの断片みたいなのがなんかメディアに一個だけ入ってて、それが会社の検出ツールで見つかって大騒ぎになったことあったな。なんか自宅でやってて、それで USB メモリかなんかつながってしまったらしいんです。会社の、機材につな繋いじゃったらしいんですけどね。もちろんエグゼファイルじゃないやつらしいんですけど。どんなロリ動画？今どこから話が。クラウドは技術。これは何ガモだっけ？オナガガモかな。喧嘩っぽいというか、そういうの見てる人が多いからなんですよね。そういうの好きな人が多いからなんだろうな。私も否定するわけじゃないんですけど、写真週刊誌の電車の釣り広告とか見てると、なんでそんなことで興味を持つんだろうって思ってしまいますからね。ああいうの、A ファイル、 I ファイル、 I ファイル、ん？ L ホテル、ん？ L 動画、あれ、今話がどうなったか見えなくなりました。100万円、
イギリスはもっとひどい。そのなんか、週刊誌的なやつがですかね。派手な、それはあるのかな。若者の方を劣ってるって言うわけじゃないですけど、まあ刺激を好む傾向あるのかな。うわぁ、なんか当たり障りのない言い方してるな。我ながら。丸く輝いて、あそこにあるのはね、教会じゃなくて、なんか、あれですかね、結婚式場かなんかかな。そう、私は私のうちに宿泊です。ぶっちゃけて。そう、私は放送には載せられないブラックなところは放送に出せないので。チャペルじゃないかなと思うんですけどね。なぜかこれ下流に来ると綺麗に見えるんだよな。一人足 それ自転車だと酒飲んだ瞬間にも叩かれますからね。私は飲めないんだけれども、いや、江ノ島までは今日は行かないと思います。行ったら片道で、あ、今日輪行袋持ってきてない。ちょっと今なんか ちょっとパジャマで外に出てきてしまったような気分。パジャマで学校に登校してしまったような気分。いつまで、5時ぐらいまでですかね。そういや、大学とかも社会人になってからも、最近はさすがになくなりましたけど、学校にパジャマで来てることに気づく夢っていうのが妙に多かったです。ん？買う？違く。ん？自動気分。そう、パジャマで外配信。ああ、SK さんお好きですね。ああ、だいぶなんか SK さんって言い方に慣れてきたな。ザ・グレート SK さんは今日確か放送してましたよね。平均。ああ、そうだ、あれかな、アンケートコメントの再生を後で実装するためのサンプルデータとして年齢枠とかやってみようかな。年齢アンケートとか、あるいは別の、あ、志向さんいらっしゃいませかな、かな。ん？サザエさん、どの話でしたっけ。それまで。ん？普段からパジャマいかりゃくって。25歳240ヶ月。45か。ん？あ、気まぐれ喫茶ですかね。島田さんは今、ヤビスの方なんですね、今日も。アンケートだと前、確か30、40代で9割占めてたんですよね、確か、確か。ん？小学校47年生？母校の東大、大学のことは秘密、あえて突っ込まない。ゲップ。ちょっとどっか、ここ隣が接してるのかな、どうかな。横浜市を出たのがいつか分かってないです。また境川です、いつも通り。本当に何も思いつかなかったら、カイチさん。そう、カイチさん50になってたんですね。まあ一緒に走ってた時40代だったはずなのに。あ、
そうか、また境があれか、境浜とかと似てるからか。今日も自宅泊です。49。スーパーカー消しゴムですね。私の小学校の時はなぜか筋肉マン消しゴムもカー消しゴムみたいにして遊んでました。あ、違う、筋肉マン消しゴムじゃなくてガンダムのダイキャストのやつだ。小さいガンダムのダイキャストで、ボクシーのボールペンですね。わかんない人本当すいません。昔そういう遊びが小学校で流行ったんです。スーパーカーの形をしたゴム製の小さいフィギュアみたいなのを机の上に置いて、でボールペンのカチッと押し出してボタンでパチンと戻る、パチンを利用してスーパーカー同士で弾き合うっていう遊びが昔流行ったんです。でそれの iPhone 版のアプリがサンプルは作られてたけど、スモーカーけど、なんかあれは結局出なかったっぽい。ポルシェ928、ん？マリンコングバネをあと2つ入れたりとかですね。あ、そうそう、消せないですね。ボタンの位置、ボタンがちょい細長かったかな、あれは。何の遊びを、牛乳キャップ収集っていうのはまた珍しい趣味ですね。あ、そう、側面フラットですよね。丸くない。ん？ 6 箇所、何それ初めて聞いた。タコちゃんケンちゃんは国民的なやつだったっけ。お、いらっしゃいませ。ここは神奈川県の境川。何の境かっていうと、何の境だっけ。ん？北斗晶？北斗晶って誰だっけ。北斗武士じゃなくて。消しゴムカーレース、ここだ、ここでアンケートやってみよう。うわ、これはこのカラス売りみたいなのは何ですかね。ん？宮脇、この遊具を初めて見ました。いや、武蔵小杉とかとは結構離れてますね。F1 カーの展示、これどうやって遊ぶんですかね。あー、なるほど、こうやって、あ、すいません、これ初めて見たんで、こういうの。これがあるから、あ、こういうことですかね。あ、こういうことか。わかった。よっと。ああ。よし。と。なるほど。いいか、見られてる。よいしょ。なるほど。一周しないようにですね。よし。失礼しました。というわけでちょっといられなくなった。ああ、防音器具、あ、いかん、何やってるんですかね。すごいなんか恥ずかしくもあったけど面白かったな。中年男性、中年もいいとこですね。
な、あ、MR4 だ。というちょっと公園の中でじっくりアンケートできなくなった。あんな遊具初めて見たな。でもいや、今のはおばちゃんがなんかああなるほどって言ってたんで、あの人も初めて遊び方をお知りになったんではないかと思いますけどね。結果です。というわけでちょっと次のとこ行くか。やった、これから周回、あとも参加ですか。サルウェ公園、あとなんだっけな、今公園に行くとなんかシリーズものの遊具っていうのかな、アスレチックなんかみたいなのありますね。あ、お忙しな方いらっしゃいませ。サルウェ公園、サルウェはちょっと来たことなかったですね。サバエだったら昔行ったことあるけど、サバエテレが、そうですね、さすがにちょっと頭にしかもその GoPro つけた状態で、あの遊具で遊んでる状態を自転車乗りのなんか人たちに見られた。もうこれいいか、これやってみるか。ここだったら人がそうそうなんか休憩しに来る可能性はなさそうだし。あ、江東区にあるんですか。アンケートちょっと取ってみようかな。ん？猿島？どこだっけ？猿島っていうのがあるのは、能登大橋のどこだったっけ？能登島のあるところの。じゃあちょっとアンケートテスト。ね、ん？レイソー。あ、ダメだ。いや、私はまだ知られてないですよ。年齢、沿う、アン、ケート。止まった？あ、本当だ。あー、なんか、進むか、進みます。ん？36歳か何歳か、ん？私のスパコンだと私が生きてる間に来ないことになってますとか言ったら危機感がなさすぎるって怒られるな。地震予知できるんだったらもうそれで一生遊んで暮らせるじゃないですか。そう、ベンチがあるところだと他の人も隣に、まあいいか。ん？まさかど？平のまさかどですかね。まだ電波悪いんだろうか。あ、動きました。お、あ、すいません。あ、今の人イノをつけてた。イノをつけてる人がいた、ご存知ですか、イノ。あれどこが出してんだっけ。あれキャットアイドのどうでしたっけ。 GPS ロガーとあのビデオカメラが一緒になったやつ。坂戸の鳥居はここでどうかな。今のビットレートは、そうそう、犬を、あ、大丈夫かな、これで。占領した。おお。さて、じゃあ、ん？行っちゃうの？どこに？
アンケート取りましょうかね。子供が。こんなもんかな。これでよし。じゃあ、アンケート開始。さあ、どうだ。諏訪線？昭和、24歳だ。23歳だったら平成生まれなのかな。違う。あれ？今、平成24年だから。24歳以上だったら昭和生まれか。あれ違う違う違う。24歳以下だったら平成生まれか。じゃあ、やりますね。結果出します。おー。ほぼ変わってないな。85%が30代以上。相変わらずだな。ニコ生の基準からしたらとんでもなく高齢放送ですよね。素晴らしいな。30、40がほぼ今同じぐらいでしたっけ？確か。すげえ。で、この結果を消すっていう、消したタイミングに合わせてこれコメント消さなきゃいけないんですよね。コメントじゃない。アンケート結果を。このあたりも実装しなきゃな。というわけで、でも、確か前調べたときには10%しか20代以下がいなかったんじゃなかったっけ？だったかな？平均年齢39。ああ、どうですかね。中央値が40ぐらいなのかな。あ、ですよね。ニコ生らしくねー。と思う、多分。その興味ない人。というわけで、久々でしたね。さて、これをコメント再生のスクリプトで実現できるかどうかな。じじいばばあに またじいさんばあさんのこと言いや、自分で言ってどうする。 おじいさんおばあさんのこと悪く言いやがって。そう、パソコンの話とかやたら盛り上がりますよね。500人ぐらいか、すごいな。しかし50代以上が15%ぐらいでしたっけ？すごいな。逆に言うと50代以上のニコ生視聴層の1%ぐらいとか、もっと言ってるかな。結構50代以上に絞った視聴者の中だと私はかなり獲得できてるんじゃないのかな、視聴者を。初回中。偏差値。出身どこの？大学？マイコンで昔のパソコンを？マイコンで？ニコ生界隈の 半分東大か。4つしか。性別アンケート。もうアンケートのサンプル取る目的を果たしたんですけど、男女比率前な、どんぐらいだったっけ、覚えてないな。既婚未婚、あ、それだったらあれですね、男性女性と独身既婚で一緒にやってしまえばいい。で、確か独身なんだっけな、アンドロメダ病原体っていう、アンドロメダ病原体でよかったっけ、
っていうあの SF 映画にもなったやつあるんですけど、あの中になんかオッドマン仮説っていうのがあって、なんか重要な決断下さなきゃいけないチームを組むときに、独身男性が一人、独身男性が混じってないと、独身男性が一番確か結果的に正しい判断を下すっていうアンケート結果が、アンケートじゃないや、だったかな。あのオッドマン仮説というのが実在の仮説なのか、それともあの SF の中でのネタなのか私は知らないんですけど、でもあれはリアルっぽく見せるのが目的だから本当なのかもしれないな。いや、アンドロメダ病原体っていうのは SF で、なんて言ったらいいのかな、まあ地球外から来たウイルスっぽい生命形態だけとは全然違うものなんですけど、が引き起こすあのアウトブレイク的な、あ、そうですね、映画で言ったらアウトブレイクっていうのに近いな。あれなんですかね、ローザン、そうそう、隕石についてたやつです。あ、隕石、だったっけ、確か人工衛星にぶつかった隕石にくっついてたやつでしたよね。じゃあちょっとそのアンケートもやってみよう。え、廃棄、あー、そうでしたね。お、はえー、気候時点で、うん、そうですね。あ、そうそう、血液が砂というか、まあ、ボロボロになるやつですね。ポロポロにしてしまうやつ。 SF としても、じゃあチェイベツ、性別結婚アンケート、独身男、あれ、あ、どういう意味なんですかね。既婚男性と独身女性、既婚女性、でもこれ聞いたところでどうってわけでもないんですけどね、年齢的には意味あると思うけど。じゃあ、はい、アンケート取ったの久しぶりだな。前取った時は、最近取ったのいつだったかな。私は1、予想では1が30、2が70、0、0だと思うな。まあ女性のところは少なく見積もっておいた方が正解に近いと思うんで、30、70、0、0だと思うな。はい、あれ、あれ、おかしいな。年齢的に、まあ自分のことはあれですけど、ということは3、40代で独身男性が一番多いってことは、ああ、これかなり言われるな。なるほどね。で、どうだろう。これネタ、赤石さん。なるほどね。独身聞くは別に聞かなくてもよかったかな。これなら独身が多い。本当に同類の人が見てるのか、じゃあ。で、ネタ的に触れるっていう可能性としてはどうだろう。ちょっと、ん？あ、そうか、独身女性のとこ見るの忘れてたな。5% もいました？20人に1人か。20人に1人が独身女性ですか？でもそれはネタが入ってると考えると、まあ 1% ぐらいで見といた方がいいのかな。このなんかね、ネタで触れるのをいかに補正するかって難しいですね。で、独身男性と既婚男性でネタで振るとしたら独身男性の方かな、やっぱり。
あ、10代。そうか、10代だとさすがに既婚率は低いよな。余計なもの、そう、男は、なんだっけ、男は常に身一つでいたいって、孤独のグルメの漫画に出てたから。ん？ああ、そうですね、結婚してると自転車趣味やりにくいっていうのもありますね。お、何人いる？そんなのばっかり、すいません。でも孤独のグルメは本当に面白いですけどね。ネットでネタになってる部分以外も面白いですよ。で、テレビの方も結構面白いですね。ちょっとキャラが、なんていうのかな、少しダメおじさん寄りに補正されてるような気もするけど、ネタ面白いですね。この間の釣り堀のやつも良かったな。釣り堀の食堂で、テレビドラマ面白いですね。というか、私テレビドラマで見てるのあれだけなんですけど、ここ数年で偏ってるな。うん、その焼きうどんと親子丼で、焼きうどんおかずに親子丼食って、これはありだ、終わりだ、終わり食いだって言ってましたね。蒲田は、ハンバーグランチのアムロックの時ですよね。あれはなんか話としてちょっと他のと違いますよね。そう、独身男性、金持ってるから、アスファルトとダート走ってきた後だと、アスファルト舗装道路と結婚してもいいぐらいに思ってしまう。3時になりましたね。考えられないぐらい。お、ちょっと可愛いな。今の姿は可愛いですね。見えましたかね。多分今のおばさんだと思うんですけど、ウォーキングの時に手をブン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 上に振り上げて歩いてました。よっと。段取りくん。独身マンション、会社でそういう人いなかったかな。あ、確かいたな。日があと30分ぐらい走ったら折り返します。引き返します。湘南台のところは、あれ何線の下くぐるんだったかな。なんか線路の下くぐるとこですよね、ちょうど。あれ、泉の瀬っていうやつでしたっけ。私はどうかな。女性だと女性が集まる、なるほど。流行ってるの、いや、どうだろう。相鉄泉線ですかね。相鉄沿いだったら前走ってるはずだけど、あ、泉の線か。あ、会社の近くに行きたいんですよね。しかし都心に近くなると田舎の方を走りづらくなってくる、休みの日に。リニアか。おばさんの動きが可愛かったです。おばさん自体が可愛いかどうかは顔とか見てないですけど。おかじけしさん、会社のことは秘密。もしかしたら会社に勤めてないかもしれないじゃないですか。何ですかって。あれ、運動量大きそうですね。10
出向女好きかどうかはよくわからない。関東は地震とか、まあ確かに明日は都会もダメなのか。経理は何やるとこだっけ。お金を扱うとこですよね。湘南台の駅は結構でかいですね。前あそこの近くで、あの時は誰と誰が一緒だったっけ。確か福さんとヒロさんとカモナンさんだったっけな。前あの相鉄線沿い走った時、あ、いや喉は、いやまだそんなに。ここも車道渡らせてもらおうかな。なかなか渡れないんですけどね、ここお、珍しい。スッと渡れた。シュッと渡れた。今日は暖かくて、あ、今の長後街道ですかね。今日は暖かいですよ。気持ちいいです。打天使ならストッキング。普段あんなに取れないんですけどね。転がり込むスライディングとかで、地震はといってどこに逃げられるのか。湘南台は若い人多かったですかね。いや若い人ドキュンというわけじゃないですけど、ドキュンは若い人が多い。あ、明日も暖かい。道志道でごつい地震っていうのは何でしょうか。あー、ちょっと向かい風だけどもうすぐ折り返すから問題なし。群馬の色川ですか。酒まんじゅう。あー、なんか富士山の近くでありましたね。あんなところでって思った。確か川口湖じゃなかったっけ。あ、かしさん、でも今日は夜から300キロなんですよね。おお、ダメだ、あれはダメだ、超ダメだ。あ、カモナンさんはどうしてんだろう。カモナンさん結構いつも休みの日とか外出してますよね。今のはダメだ。あ、ど真ん中なんですか。武蔵線、またテレビドラマに影響されやんかって。何今の音。そう、私もあの和田堀公園とこの武蔵園のあれは興味あるけど踊らされやがって。あの辺りも何かあるですかね。ちょっと向かい風が強くなってきました。最近地
信は減ってますよね。ああ、別の道か。なんかあるかな。ちょっと後で地図で見てみますかね。でもせっかくこれ海で追い風だから、この吹きさらしのサイクリングロードは結構、うわーすごい人数来た。おお。ああ。結構あれだ。フィットネス系の本気の人たちじゃない人たちだった。聖地。海で追い風なんで今ちょっと向かい風が強くなってきてるんですけどね。南風か。この列車手のこう伝統的な、ああ結構バラバラでした。みんなヘルメットかぶってない人も結構多かったし、ウルトラマン、ああさっきのピロピロピロっていう、これすれ違ったジョギングの人が持ってた携帯なのか、それともなんか遠くで、お、ソフトクリームはどうしようかな。あ、膝が。お、来なかった。ですよね。釣り堀だし。おお。ああまあヘルメットは絶対必要ではないと思いますけどね。あった方がいざ万が一の時に命が助かるんですけど、助かる可能性が高くなるんですけど。鳥型のタコです。すごいな、リアルだ。2人でやってますね。あ、上に普通のタコもあった。ちょっと取っとこう。ちょっと放送じゃ見えないですけどね、タカとかワシとかトンビとか系の模様の、結構リアルなタコです。尻のない唐辛子はサイクル野郎で切れ字の話の時に、唐辛子と練りわさびを、こんにちは、わさびをなんか工事現場でおっちゃんにその直しか切れ字の直し方を聞いて、唐辛子とかわさびとかを持った山の上に裸で尻乗せるっていうのをやってるのがありましたね。あれ絶対嘘だろう。ん？タコ？あ、多分自作だと思いますよ。なんとなくそういう本気の趣味っぽい人たちに見えたんで、見た目。あ、そうそう、カチカチ山みたいな。単なるイカ娘。今日近場です。ネギの話もあれ、風直すって話でしたっけ。お、ハブグリスアップ、あ、最近してないですね。いっぺんやったことあるんですけど、でもハブの玉当たり調整はなんとか今うまくいって問題なくなってます。電車が、なぜ電車。おお、おお、すごいな。自分の身長の4分の3ぐらい。今のスペランカだったら死んでんのに。ん？シスコ、ああシスコってシリアルですね。これが泉の線の湘南台のとこですかね。ん？パンク。そう、スペランカー先生だったら絶対死んでんのに。シスコってあれですよね、シリアルの中にフィギュアみたいなのが入ってるやつですよね。スペランカーは最近でもネタにされてるから、若い人でも知ってるんじゃないかな。アニメ化もされてたし。気温は今日は10度いってるんじゃないですかね。
そのシスコとは違いますよね、多分違うと思うけどな。あ、リメイク PS3 でも出てましたよね、みんなでスペランカっていう。ん？ハイランプ？いや、今のは気づかれてなかったので、少し自分と仕事病ですね、仕事柄ですね、それは。ルッター、ん？謎の成分。テレビ電話システム、あれ CDR のシスコとは別ですよね、多分。今の、あ、そっか、前の方に見えてたからですかね。なんかじわじわと移動されてるのが分かったんで、とりあえず止まってみました。はじめましてっていうのは私に対してですかね、はじめまして。なんかネタコメントが続いてると、どれが通常のコメントなのか分かんなくなってくる。ん？ホタル？あ、あの橋が見えてきた。ちょっと今向かい風が強くなってますね。あ、そうなんだよ、小田急線。あ、サンフランシスコのシスコ。ってことあれですか、ノクティみたいなもんか。あの溝の口にあるノクティ、サンフランシスコのシスコシステムズなら、あの溝の口のノクティ明日やりたいですけどね。どこ行こうかまだ思いつかないです。あ、相鉄としか CH 化鉄、そう、気持ちはあるけれども。お、あ、なんかなんとショベルカーの行水、初めて見た。カラスとはちょっと違うな。気持ちよさそうですね。ん？違反？あれってどうやって降りたんですかね。ん？あれどっから、これずっとどっか別のところから川に降りて登ってきたんですかね。すごいな。へえ。うん。面白いショベルカー。前もなんかショベルカーが踊ってるみたいな動きしてることありましたからね。源流から。あ、そう、詐欺前橋、あれで、詐欺前橋でしたっけ、あれは。そうそう、詐欺の名前がつきましたよね、確か。うおー、すげえ。ガゴンってやってますね、水量。ああ、そうか、少ない時狙ってやってるんですかね、ってよく考えてる。とりあえず中の人は出られますよね、なんとか。でもこういうとこでの作業もできるんだ、こういうのって。うん、川にはまりますよね。パンツァーフロントってゲームのあれ、川にはまったらゲームオーバーなんですけど、その後も実は微妙に操作できて、交互にキャタピラを操作し続けると長い時間かかって実は外に出られるっていうのを前動画作ったりしましたけどね。内側の縁を外側に、あれどう映してるんですかね。かわいいですね。まあもういいか、ちょっと待ってください、写真もいっぺん撮って。足元、そもそもじゃあなんで入ったんだ。ん？アームを、え、実際どうかな。いや、できないですよね、できないですよね、根性で。珍しいの初めて見た。あれ春節的なものなんですかね、春節作業的な。巨人がつまんで、ん、ゲートブリッジってどこでしたっけ。お台場の方かな。アームで、え、本当ですか。戦車。地面が、ああ、作業してる人、そうですよね、多分。春節かな。
あ、でもあれ浚渫って船を通すためじゃないんでしたっけ。どうしようかな。とりあえずまた、あ、ゲート橋でできてます。何年か前できてますよね。あ、ゲート橋ってあっちか、東京の方か。この詐欺前橋のことかと勘違いした。ん、小説、いや書かないですけど、なんでなんで青で持ち上げて、お、牛の匂いだ。ショートショート、ショートショートかける分、分際ないな、分際。とりあえず、情報館まで行きますか。ん？あ、お金払ってるって、そのゲートブリッジの話ですかね。え、有料イベントやってるんですか？なんかその開通イベントみたいなもんではなくて。イーボクは、別にいいかな。豚のトラックの匂いはちょっときついですね。なんていうのかな、牛とは違って、あの匂いの成分なんて表現したらいいんだろう。酸味ともちょっと違うな。ちょっと刺激臭が強いところありますよね。アンモニア臭とかなのかな、違うかな。お、え、サイクリング走行会、走れるんですか。あ、あれ、折りたたみ式の、席、遺跡、できない。あ、あれだ、いいとこ見れた。どうした。おお、あれだ、ん、大人の放送。あ、水入れて膨らませる、遺跡ですね、これ。これ水入れて膨らませたり、しぼませて無効化したりする可変式の遺跡ですよね。空気というか、あれ多分水だと思います。中は上から流れてくるのを入れりゃいいだけなんで。初めて見た。あ、で、なんかリベットというか、なんか出っ張りがあちこちというか、止める場所に全部打ってあって、それにはめ込むんですね、あれ。はめ込むっていうか、でも とても人、水では流れないぐらいの固定力があるんでしょうね。で、このクレーン使ってペラペラ剥がしていってるわけですね、今。あ、また剥がす。はめ込むだけでやらしいって、また。おお、あれ剥がすんじゃないのか、あれ以上ペリペリいくのかと思ったら違うんですね。あ、でこれ半分ずつ作業していくのかな。そう、川崎止めるというか、ですね、なんかへにょってなってしまいましたね。修理中なのか清掃中なのか、修理中なのかな、後ろの背びれ。あ、このインフラでもこの状態初めて見ましたよ。いいとこ見られた。重機祭りよ、ちょっとパノラマ用に1枚、もう、あ、ダメだ、これ何やってるんですかね、ちょっと分かんないんですけど、写真これでよし。小松、いや私治水工事詳しくないです。でも自転車の知り合いには治水工事に詳しいというか、そういう関係の仕事の人もいますけどね。お、あ、戻すのか今から、違うか。お、たまったらどうした。あ、どうですかね、昆布じゃないです、似てるけど。あ、戻すのか、違うか。
今のワンコ可愛かったですね。結構あれ内側に苔が生えてますね。回してなんか今ちょっと声が飛びましたね。飛び交いましたね。畳んでますね。もしかしてあれって蛇腹で折りたたんで、蛇腹っていうのかな、折りたたんでどうすんだろう。ちょっとまあ一旦休憩してからまた見に行きますかね。しかしこんな構造になっていたとは。っていうか裏は結構汚いですね。やっぱり水のとこだけあって、水場だけあって畳んでるみたいですね。縄文時代の遺跡じゃないです。縄文時代にこんな、なんて言うんだろう、素材は巻いて、ああ持ってってしまうのかな。あれはヘリテージだと遺産って感じですよね。世界遺産的な。おおみんなの公演が作品になった、商品これですか。3A って書いてありますね。クレボ600エクストラ 3A 重機。メーカーどこだろう。ただのってあれかな、ただのっていうところのやつなのかな。小松って書いてないですね。作業か。あの人たち忙しいからそんなただのって書いてありました。多分メーカー名。じゃあちょっと休憩していくかな。お、なんか珍しくスポーツバイクは一個も置いてない。やっぱメーカーですよね。コベルコは神戸でしたっけあれは。ダイマシン重機で、それゲームじゃなかったですかね。違ったっけ。さてじゃあ休憩するか。あ、そうだ、こんなかこんなか。ちょっとニコ動見ながら、ちょっと待ってください。あったプタファイ、あ、ゲーム化されたんですか。もともとゲームが始めじゃなくて。おシャツ着てる、あの犬。おあの犬からすっげえ見られてる。あ、ゲーム先ですよね。なんかそういう感じがしたんですけど。さて、ちょっと私このカメラ思いっきり上出てるんで。お、アイスクリームあるのか。あ、これか。飲み物か。あ、トイレはまだ大丈夫です。あ、ここはあえてアイスじゃないかな。いや、半径そこまで半径しなくていい。そこまで、あれ、あ、スティックタイプじゃなくて、あ、いや、僕はもう追い返そうかなと思ってるんで。チョコナッツもなんかこの辺りいいな。スティックじゃなくてお腹タイプもあるんですね今。焼きうどんと親子丼で、デザートにぜんざいですね。お餅がドーンって書いてあった。あ、熱くはないんですけど暖かいんで。ミニブレーカー来てます。あと、ちょっとさすがにこの格好だと、そう、なんかホッケースティック、どうしようかな。ヘルメット一旦置くかな。
今のコメントにあまり反応できなくなりますけど、ヘッドセットのマイク の, あの風防を、なんだっけ、墨入りの 100均マスクに変えました。だから白くなくて黒いです。真っ黒じゃないですか、真っ黒。そうそう、まだ目が寝指なのかって言われそうだから外したんですけどね、一旦。Thank you.